ングドラシルの完成は間近。一刻も早くオーディンを倒さねば。やっ、周りの幻影たちが厄介だ。このままではオーディンに近づけん。雪村たちはオーディンを目の前にして敵に阻まれているようじゃねえ。幻影はあの辺りから湧いているようだ。我らで幻影の元を立ち、趙雲たちを援護するぞ。神明落とし、敵を止める。なんと結界で行く手を阻まれているか。術者を撃ち、道を開くのだ。道は開かれた。みな、私に続け。どうやら幻の章を増やしておるのはあの怪物のようだね。あの怪物を全て倒せば幻影も消えるか。ならば葬るまで。おひゃー、幻影どもがうようよしとる。歪みが進んどる証拠かな。しかも怪物たちまで我を失い暴れている。まずは付近の敵を抑え込まねば。オーディンに近づくにはゼウスの力がいる。そして倒すには腕輪の力が欠かせない。かの者たちが役目を果たせるよう幻影を片付けねばな。幻影の数が減ってきたようだ。ああ、人間たちが頑張ってくれているのだろう。幻だと分かっていても仲間を撃つのは辛いものだな。趙雲殿もそうですか。私もつい切っ先が握ります。幻影が一気に消えた。これでもう我らの行く手を阻むものはない。雪村殿、今のうちにユグドラシルのもとへ。待て、この先には結界が張られている。術者を探し倒さねば先には進めんぞ。急がねば術がなってしまいます。ここは手分けして術者を探しましょう。頑張りましょうね。よっしゃーね。ますます歪みが広がっている。急ぎ探し出さねば。さて出番かね。わしは向こうを探す。かっこいいとこ見せちゃうよ。わしはあちらへ向かおう。そんならわしは向こうを探してるわ。やるのう。おことのようなもののこそ国の礎よ。堂々とした戦ぶりに甘えたいな。やっ、私ごときがすみません。やるの。おことのようなもののふこそ国の礎よ。やめましょうね。はい、ね。オーディンはユグドラシルの力で守られている。だがそこへ至る道がない。ユグドラシルに介入する隙があればよい。通りたきゃ俺を倒していけ。どうし、踏んじまった。もはや足踏みする理由もない。前へ出るぞ。ずいぶんと張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。私が止めてみせよう。そこまで撤退するほかない。そんじゃ進んじゃおうかね。あなたこそ天下無双です。
さすがだな、お前の武勇頼もしい限りだ。人は生を望む、ウヌは何を望む。オーディ、駆け引きの妙見せてやろう。この世界も仲間も真田の槍で守り抜く。ここまでか。撤退するほかない。術者は一人ではないか。全て撃たねば結界は解けんな。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。ここまではうまくいっています。残りの術者も倒しましょう。結界が消えた。行けるところまでユグドラシルに近づくぞ。行け。人間の手でこの物語を終わらせるのだ。ロキ、貴様、自分のしたことが分かっているのか。私にも正直分からないが、彼らの命をここで散らせるのは惜しい。人間謎にほだされるか。なら奴らと戦わせてくれよ。嫌というほどな。この私を裏切ってただで死ねると思うな。死してなお私のために戦うのだ。何を。あの木が急に力を失うとは。中で何が起きたというのだ。この先へ進めばロキ殿と戦うことになる。戦が終わればまたゆるりと語り合えるだろうか。許さぬぞ、私の邪魔をするなど。さあロキ、共に人間どもをいたぶるとしよう。ロキ殿、迷うな。私はすでに死んでいる。今はオーディンの操り人形に過ぎない。私を裏切った罰を。何度倒れようとその体が使えなくなるまで人形として働け。バカ、この私。